5月30日に開催した元気だったのアンコールの様子です。普段私のライブではアンコール曲を用意していなくって、その日の会場のお客さんの拍手で曲を決めるんですけど、今回はカップリングから選んだ時のやつです。どうぞ。いつもこうアンケートを取ってたんですけど、せっかくだしたまにはあえてカップリングの中からやってみてもいいんじゃない。決して共鳴を避けたわけではないですよ。まあでも久々だしさ、なんかこうなんだろう、きっとゆりかが好きな人が来てくれてると思っているので、今回はなので1フェアリーウェイ、2あなんだっけ、ベイビーベイビーグロー、3革命パラレル、4じゃマイディス、5メイキッド、この5曲の中から選んでほしいと思います。はい、1フェアリーウェイ、2ベイビーベイビーフロー、3じゃちょっとずれちゃいましたが革命パラレル、4マイディスティネーション、5メイキッド。さあシンキングタイム、決まった人、あ、なんだ、え、これ何、ちなみに皆さんも参加してくださるので、これが演奏したい、これがやりたくないっていうのがあれば私は公平に審判するので、何にも拍手せずに決めました。早くしてくださいねえ、いつもはね表題でカップリングなしじゃなくてねやったりしてるんですけど、まあ、これもねできたらねもう全部からっていうのはいつかやりたいなって思ってるんですけど、今回はカップリングからちょっとやりたいと思います。 OK ですか？いい？ OK？ じゃあまず1フェアリーウェイがいい人。おお、本当？本当ですか？嘘、信用できない。ありがとうございます。うんうんうん、まあね1曲目予想でも人気あったしね結構。じゃあ次、ベイビーベイビーフロー、重たいよ最後。そうでもねいい曲ですし、初めて披露したっていうのもありますからね。じゃあ次、革命パラレルがいいと。あー、おー、アリアさんも、アリアさんも、あ、結構多いかも。じゃあマイディスティネーションがいい人。え、私フェアリーウェイが多い気がするんですけど、一人で頑張ってんのかな。じゃあラスト、メイキッドがいい人。私100名さんマイディスかなって思ったんですけど、あー、え、なんかそんな感じしませんでした？白名とマイディス、いやこれ場所にもよるよね多分ね。じゃあ白名かマイディス、いやメイキッドもでも今、まあ、ちょっとフェアリーとデイビーは少なかったかなって感じ。メイキッドも少なかった、いや多かった、やりながら大変だからねじゃあ 3択でいくね。じゃあこれ最後ね、これで同じぐらいだったら私が決めます。じゃあ1個ずついっていくね。じゃあ白名パラレルがいい人。あ、ありがとう。マイディスがいい人。ああ、メイキッドがいい人。メイキッドかな。メイキッド頑張れ決めた、メイキッドにします。この会場のみんなで選んだメイキッドで最後元気に私もみんなを応援したいと思います。ということでアンコール聞いてください。メイキッド、あゆえさん頑張れ